はい、皆さんこんばんは。今日はですね、2014年12月31日、時刻はすでに、22時を回りました。つまりですね、今年ももう残すところあと1時間とわずかと、そういうことになりました。このですね、大晦日にですね、私が今年1年一体何をやってきたかとか、来年どうするかとか、そういったことをですね、語ってみたいと思います。まあ、自分がまあ来年どういうふうな方向に進んでいくかっていう、まあ、そういうですね、まあ備忘録じゃないですけども、ここで言っておいて、でまた来年のですね、これぐらいの時期に見返して、どうだったかなっていうのを、まあ自分でまあちょっと楽しみにしながら、見てみたいと思います。はい、で、まずですね、今年、1年のスタートは一体何だったかっていうと、まず仕事の方でですね、仕事じゃないな、あれはもう勉強かの方でですね、修士論文を書かなきゃいけなかったと、そういう記憶がもう一番最初にフラッシュバックしますね。修士論文にずっと追われてたっていうのが今年1年の始まりでした。まあ去年の12月からずっと続いてたので、去年と今年のあれですね、スタートがですね、自分の中で区別がなかったですね、今年は。はい、で、なんとかですね、それをやっつけて博士の後期課程に進むということに、そういうことになりました。はい、でまあ博士になって、で、最近はですね、まあ、論文を1本出そうと、そういうところまでついにこぎつけてですね、でまあ来年はまずはですね、とにかく論文を1本出すと、完成させる、うん、これがまず最初の目標ですね。何はさておき、これは絶対にやらなきゃいけないなと思います。はい、もう趣味とかそういうのはね、まあ、とりあえず置いといて、とにかくこれだけはやる、うん、ですね。はい、で、できればですね、2本目も出していかなきゃなと、そういうふうに、決意を、してます。はい、まあこの分野でですね、今僕やりたいっていう思いを、まあ、自分で今研究している分野でやりたいっていう思いがあるので、そういうふうに思ってます。でもう一つはですね、ついでに仕事の方の、話になるんですけども、今年からですね、まあ博士の後期に行ったっていうことになってですね、ある程度こうまとまった収入源っていう、ものが出てきました。でそれはですね、ある仕事をまあ半分乗り気じゃなかったんですけども、やらされてるって感じなんですけど、まあ、講師の仕事をやってると、講師の仕事っていうものがあって、そのおかげである程度まあ収入があって、趣味の方もまあ多少は豊かになったと。でですね、まあ本当はですね、僕ちょっとですね、未だに教壇に立って授業をするっていう、これがちょっと慣れなくてですね、あんまり何て言うんだろう、柄じゃないというか、うん、自分はこういうタイプの人間じゃないなと、そういうふうに思いながらやってるんですけども、まあ収入源なんでね、大事な。はい、で半年で辞める予定だったんですけど、いろいろとまあ買わなきゃいけないもの、買っていきたいものっていうものがあるので、まあ来年まではやっていきたいと思います。まあなんとか、うん、っていうのも内容はですね、医療系を教えなきゃいけないんですよ。物理は物理でも、僕ただ宇宙論だとか素粒子とかそういうところが専門で、他にまあ趣味で天文をやってますけど、やっぱり宇宙とか天体とかがですね、すごく好きなんですよ。うん。で、物理にはですね、他にも物性物理だとか、日常の物理だとか、まあそういう医療系とかに生かす方の分野もあるんですけども、そういうものにはですね、正直全く惹かれないですね。まあでも、いや、それがですね、まあ物性物理とかが別に悪いとか言ってるわけじゃなくて、ただ自分が研究する分野ではないかなと。うん、そんな感じですね。そうなんですよ。だからやっぱりですね、まあ天文っていうのが一番僕はやっぱり宇宙とか天文っていうのに惹かれて、ここにやってきたので、うん、こう教える内容がですね、ちょっと違うとですね、あんまり面白くないなと、そういう風な印象をどうしても受けてしまいますね。はい。でまあ逆に言えばですね、こう宇宙とかを再度もう一回素粒子とか言うんですね、まあ、勉強しろっていう時になった時に、あ、やっぱり面白いなと、いや、この分野はいいなと、そういうふうに思えるので、そういう意味では、ある意味ではモチベーションアップになってるかもしれません。
まあ、プラスに捉えましょう。あんまりマイナスに捉えずにね。うん、最近はそういうふうに、思考回路をチェンジして、はい、まあ、できるだけ前向きに捉えると、そういうふうにいきたいと思います。うん。で、まあ、趣味の方ではですね、大事件が1個ありましたね。はい。なんとですね、最新のカメラ、超高感度カメラ、ソニー α7S を購入と。これがですね、僕の大事件ですね。うん。そうですよ、ついに買っちゃったんですよ。で、ついでに、これも結構事件なんですけども、まあ、EF100 マクロ、F2.8L、あれを買ってしまいましたね。はい。で、まあ、これで、なんぼかな、25万ぐらいしてんのかな。まあ、アダプターとかなんだかんだ出しても、30万ぐらいいきましたね。はい、それぐらい買ってですね、で、何をやりたいかっていうと、まあ、綺麗な天体写真を撮りたいと、その思いのために、その思いを叶えるために、こういった機材を買いました。でですね、最近ですね、ちょっと名前を出すのはそうですね、まあ、許可もらってないので、避けますけども、あるフェイスブックのグループにですね、参加させていただくことになりました。でそこですね、結構もう天体写真の大御所の方がですね、わらわらといらっしゃるんですね。もう何人もちょっと喋っこの人と、まあ、よろしくお願いしますみたいな、そう挨拶したら、その相手がですね、まあフォトコンの、まあ、いつも入選されているような方とか、まあ、最優秀何回も取られたような方とか、そういう方ばっかりなんですよ。はい、でそういうところでですね、僕はですね、この α7S を使って天体写真を撮っていきますとこう宣言したわけですよね。もうこう宣言しちゃったらですね、ちょっと後に引けないじゃないですか。うん、いや自分ですね、ちょっと気が変わりやすいところがあって、まあ、今天体写真ハマってますけど、まあ、数ヶ月したらまた観測やってて、でまた数ヶ月したら今度電波観測やってて、でまた天体写真戻ってとか、そういうことやっちゃうんですよね。でちょっとですね、それもうフラフラするんで、ここでですね、ちょっと自分に縛りをバシッとつけて、うん、天体写真に取り組んでいくんだと、そういうふうにまあ意識づけをする意味でもですね、まあ、こうドンバンと宣言しちゃいましたね。そこ、まあ、そういう大きいところでちょっと、はい。でもまあ趣味なんでね、基本的にはやっぱり楽しむっていうことが、うん、楽しむ、リラックスするっていうことが重要ですよね、趣味はね。はい、まあこの趣味で言えば、こう遠征に行ってですね、星空を眺めると、まあこうカメラの方は録音をかけておいて、まあ星空を眺めながらリラックスすると、で帰ってきてですね、まあこう、まあ画像処理をして、で美しい画像に仕上げて、おおと、これはいいなと、そういうふうにじっくり眺めてですね、鑑賞して楽しむと、まあ、これがですね、この趣味の、そもそもの楽しさの部分なんで、あんまりこう苦痛には僕はしたくないんですよ、天文を。はい、楽しみたいんですよ、とにかく。うん、でまあそういうとこもありましてですね、まあまあ、そう、基本的にはそうしながら、まあ、レベルアップを図っていきたいなと、そういうふうに思います。うん、で今まで実はですね、天体写真もですね、結構長い間やってるんですけどね、なかなかこう、そうフラフラしてたこともあってレベルアップしてないんですけども、来年はまあこう天体写真の年にして、レベルアップをこう図りたいなと思います。はい、まあ、せっかくですね、いいカメラ買って、まあ、レンズもそこそこのレンズ買ってということになりましたんで、うん、来年はですね、来年こそはですね、まあそこそこのレベルの天体写真を出せるように、頑張っていきたいなと思います。はい、でまあもう一つ、ブログのタイトルになってる、まあツーリングの方ですね、自分の、はい、バイクの方ですね、これについてもちょっと振り返ってみたいなと思うんですけども、一つ恐ろしい事件がありましたね、今年は。うん、真横からですね、本当に相手こっち見てなかったんでしょうね、急に車が出てきて、で対向車がトラックで、もう本当ですね、もう数センチでもう僕はこの世から消えてました。はい、で今生きてるのはですね、奇跡です。うん、でもう一つはですね、あとは路地裏で立ち往生っていうのがありましたね。はい、でなんか雨が降りそうになってですね、なんか近道ないかと思って路地裏の方に入り込んでいったんですけど、そこがですね、入るときは、下り坂だったら入れたんですけども、そこからバックできないっていう状況になってしまったんですよ。
で、路地裏でですね、1時間半ぐらい立ち往生した。まあ、なんとか出れたんですけど、無理やり。無理やり本当出たんですけど、あれはちょっとですね、未だにちょっと、なんで言うんだろう。本当にもう、バカだなと。そういうふうに、ね、自分に思います。なんか、今年はですね、こういったなんか、事件が多かったですね。で、そう。で、バイクじゃないんですけども、なんかちょっと今年は本当に注意力が足らなかった。車でですね、物損事故を起こしてしまったっていうのがあって、そうなんですよ。そう、車でやっちゃったんですよね。はい、でも、まあ、不幸中の幸いですね。相手が人じゃなかった。で、相手が、まあ、相手の車とかじゃなかったっていうこともあって、まあ、まあ、丸く収まったんですけども、あれがですね、例えば人とかだったらですね、僕もここにいないっていうことになってるんで、やっぱ注意しなきゃいけなかったなと、そういうふうにすごくですね、反省してます。とにかく、来年はちょっとですね、こう運転っていうところに関してはもう少し注意していきたいと思いますね。はい、バイクにしろ、車にしろ。うん。で、まあ、ちょっとそういうですね、自分に対するまず戒めから、入って、で、今年はそうですね、ツーリングはそう遠くまで行けなかったですね。どうしても、天気が良くなかったんでね、ちょっと佐賀に用があったから、佐賀に行ったぐらいで、あれにもちょっと用があったんで、雨が降ってたんですよ。行きは帰りは晴れてくれたんですけど、行きはそう雨降る中、まあこう行く羽目になりましたね。しかもで、それぐらいであまり遠出もできなかったです。で、なんで来年はもうちょっとですね、どっか遠くに行きたいなと、そういうふうに思ってます。で、まあ今年はですね、そうだな、マフラーを変えたっていうのが一番の自分の中でのポイントですね。ついにですね、変えてしまいました。北米の12ミリパンチアウトマフラー。うん、これでですね、まあそこそこ満足できる、まあ、ハーレーらしい音になったんじゃないかなと、自分では思ってます。いや、本当はね、もうちょっと大きいのにも変えたいんですけどね。まあ、そうすると、まあ、コンピューターとかそういうところいじっていかなきゃいけなくて、大変なんで、まあ、今はそこ、現状そこそこ満足できるものに仕上がっているので、まあ、来年は、天体写真の年にすると、そっちにお金かけなきゃいけなくなると思うので、まあ、当分はこれで、満足しようと思ってます。はい、で、ただですね、そうですね、天体写真ということでですね、来年はちょっと、久々に絶えない星祭り、あれに行きたいですね。もう、来年博士2年になるんで、3年になったらちょっとね、論文の方で行けなくなると思うので、まあ時間のあるうちにちょっともう一回行っときたい。うん、そう、すごく今その思いがありますね。うん、で、まあ体内本当は行きたいですけどね、まあ行けるかどうか分かんないですけども、行きたい、ぜひ行きたいと、そういうふうに思ってます。あとはですね、兵庫県の八高原っていうところが、すごく星が綺麗だっていう場所があって、で、天体写真撮るのにも適していると、そういった場所があるのが、っていう情報を仕入れましたんで、そういうところにツーリングに行ってですね、キャンプに行ってテント張って、で、夜はこう、まあ、まあ、近くに確かキャンプ場あるんで、そこでまあテント張って、で、まあ、夜は近くの空き地に、天体写真を撮りに行くと。うん、で、来年はそういうキャンプツーリングしつつ、こう、天体写真を撮ると。こういうことを来年ぜひやりたいんですよ。はい。もうバイクに乗っていって、ツーリングで乗っていって、で、キャンプやって、で、夜天体写真撮って。いやー、これはですね、ちょっと僕がワクワクしますね、考えるだけで。はい。もう今、いろいろ計画を練ってる段階なんですけども、まあ、本当楽しみです。うん。まあ、来年のですね、まあ、梅雨明け前と、まあ、夏になってから、これぐらいの時にですね、ぜひやってみたい。梅雨入り前だな。と、まあ、そうですね、ぜひやりたい。今年はですね、ちょっと天気が悪くてですね、ずっと梅雨みたいな感じだったんで、なかなかそういう機会もなかったんですけども、来年こそはちょっと天気の方も頑張ってもらって、晴れてもらって、新月期にですね、月がない時に晴れてもらって、うん、ぜひそういうことをできるようになっててもらいたいですね。はい。で、まあ、こんな感じでですね、まあ、長々と語って、まあ、で、最後は自分の来年の夢を、まあ、語りましたけども、まあ、もしここまで聞いてくださった方がいらっしゃったら、まあ、すいません、本当どうもありがとうございました。はい。で、こんな感じで、今年1年のまとめということにします。それでは良いお年を。